意外な友達芸能人トップ5。イケメン俳優の親友関係に驚きの女性アイドルペアまで。横浜流れ星平野小福子草田あだちりかさシャラリの、アヌフワちゃんなど意外な友情が明らかに明らかに。意外な友達芸能人という言葉にはどこかミスマッチなイメージがありますよね。そんな彼らの友情は、 時には予想外の組み合わせであったり、意外な共通点で結ばれたりします。本サイトでは、10代から30代の女性100人にリサーチを行い、意外すぎる友達芸能人のトップ5を発表しました。今回は、第5位から第1位までのランキングをご紹介します。第5位は、福祉総多足立理科の組み合わせです,です。 福士蒼太さんは今年1月期に放送されたドラマ大奥 NHK に出演し同じく NHK の土曜スタジオパークでマックを務める足立理科さんに福士と呼ばれる一幕がありました。驚くべきことに福士さんと足立さんは2011年放送の仮面ライダーフォーゼテレビ朝日や2013年放送のアマちゃん NHK で共演しており、10年以上の付き合いだったのです。男性と女性の組み合わせで、しかもタイプの異なる2人が親友ということで、多くの人が驚きを隠せなかったようです。第4位は、指原里乃アんふわちゃんの組み合わせです。指原里乃さんとふわちゃんこと長谷川忍さんは、もともと仲が良く、長谷川さんの妻の紹介でお互いの存在を知ったそうです。 特にふわちゃんの YouTube がきっかけで、3人は信仰を深めています。現在でも一緒に旅行に行くほどの仲の良さで、バラエティ番組での共演も多いのだとか、男女で仲の良い友達芸能人としては珍しいケースで、多くのファンが大興奮したようです。第3位は、横浜流れ星平野章の、組み合わせですです。 バラエティ番組で共演したことから、横浜流星さんと平野翔さんの友情が明らかになりました。2020年6月のコロナウズ当時、当時キングプリンス王として活動していた平野さんが、しゃべくりナナ日本テレビに出演し、横浜さんとの親友関係を告白。 一方の横浜さんも同番組に出演した際、平野からの電話が毎日来ると反論し、友情の深さを誇示していました。ネット上でも両者のファンが大興奮し、イケメン俳優同士の親友関係に多くの女性が感嘆していたようです。第2位は、橋本環奈浜辺美波の組み合わせです。橋本環奈さんと浜辺美波さんは、 お互いの SNS をフォローし合い、頻繁に二人で遊ぶ姿を報告しています。特に2022年10月には、ディズニーランドでの写真をお互いのツイッターにアップし、フォロワーを喜ばせました。橋本さんと浜辺さんは、異なるジャンルで人気を誇るアイドルでありながら、お互いの交流をファンに報告する姿勢に、多くの女性がびっくりしました。 1> 第1位は、ストーンズのジェシーェシも振り名星の聖夜の組み合わせです。こちらは10代から30代の女性100人にリサーチを行った結果、最も意外度が高かった友達芸能人ペアとして選出されました。ジェシーさんと聖夜さんは、2020年放送の VS 嵐富士テレビ系で共演したことがきっかけで仲良くなりました。さらに、 聖夜さんが霜降り明星のオールナイト日本日本放送に出演し、交際していた女性との破局時、ジェシーさんが3日間も一緒にいてくれたと告白するなど、絆が深まっているようです。いかがでしょうか今回のランキングでは、イケメン俳優の親友関係から女性アイドルの友情まで、多様な意外な友達芸能人が登場しました。 様々なジャンルやキャラクターが交わる友情の絆はファンたちにとっても新たな魅力となっているようです。これからも彼らの友情に注目していきたいと思います。